させてもらったんですよ。その時に、さんまさんがヒカルさんの名前出してて、オンエアはされてなかったけど、あ、さんまさんが、俺ヒカルと友達やでみたいな。それすごいな。芸人さんとかがいて、芸人さんとかもやっぱ SNS 見てるから、そうですよねみたいな、うわーみたいになってて、そこでめちゃくちゃ盛り上がったし、でその時にはうちらこの企画来るの知らなかったんで、すごい、サンマホもありがとう。おーい、来ました。なんかすごい楽しくしてくれるから、すごいいいワインを飲ましちゃった。あの人すごいもん、マジで、マジでっかくやってるんですよ。それを最後話したくて、そうだ、すごいすごいの持ってきた。分析みたいなことするやん。いや、やばいね、最後に、最後から言わへんから、すごいな。めちゃくちゃ最近仲良くしてくれる人の名前めっちゃ多分出してくれて、ヒカルさんの名前もめちゃくちゃ3万ぐらいとかで頑張ったんですね。すごいな、それも。なるほどね。その吉本の会では、なんかレジェンドみたいになってる。仲良くしよう。はい、明石家ヒカルって呼ぶから。明石家、明石家って言うから。めちゃくちゃやん、これ。明石家、明石家。さあ、また次のもー。